ンバーズハンターと呼ぶ。呼びません。さあ本日なんですが、新パックにて登場しましたフォトンギャラクシーデッキやっていきまーす。懺悔の用意はできているか。本日なんですが、すげえバカみたいなデッキじゃないですかこれ。見てくださいこれ、ちょっとパッと見、ほんとギャラクシーしかとフォトンしか入ってないんですよメインデッキ。なんかバカみたいでしょこれね。これ強いんですよ。これで、ね、十分強いんですよ。環境デッキとも渡り合えるレベルのね、性能をしております。で、これどういうデッキかっていうと、まあ、基本的にそのギャラクシーアイズフォトンドラゴンを立てて、で、懺悔の用意をさせていくっていうデッキなんですけれども、ね、何が強いってね、やっぱね、これに、この2枚めっちゃ強くて、破滅のフォトンストリームどういう効果かっていうと、ギャラクシーアイズが、いる場合、ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンがいる場合は、これ速攻保護なんで相手のターンでも使えるんですけど、フィールド上のカード1枚を選択してゲームから除外するっていう、ほんと、陣波みたいなね、ことができますと。で、ギャラクシーサイクロンは相手のセットカードを割れますっていうことなんですけども、これキャラ評価のところでも言いましたけども、このですね、このなんか、銀河格子、まあ、ギャラクシーフォトンっていうものかちょっと知らないですけど、このスキルガチで強くて、てかだからギャラクシーかフォトンを、のモンスターをデッキに下ろすと、デッキからギャラクシー魔法トラップ、またはフォトン魔法トラップを持ってこれると。一旦に、じゃなくてデュエル中に一度しか使用できないっていう効果なんですけども、これで、その、安定的にね、このカード持ってこれるんですよ。だから高校だったらギャラクシーサイクル持ってこれるし、先行だったらこの破滅のフォトンストリーム持ってこれるっていうことで、まあ一応ね、展開するためには、このギャラクシオンっていうモンスターがいて、こいつは、オーバーレイユイトを2つ使うと、デッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンを出せるっていう、フォトンに対して作れるモンスターなんですけども、こいつを出して、で、なんか、っていうことは戻して、これ構えとけば、先行はこれ構えときは強いし、後攻これ持ってきたら強いんで、先行も後攻も強いんですよ。これめっちゃ強くない？このデッキ。これやばいと思うわ。で、他の最悪だ。フォトンスラッシャーは、フィールド上にモンスターがいない場合は特殊召喚できるというモンスターで、で、こいつが最強ですね。フォトンバニッシャー。これ特殊召喚、フォトンがいるとできるんだけれども、特殊召喚に成功すると、ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンを手札に加えることで、手札に加えてから、これに変身させます。なんで、まあ、実質こいつでこれかこれをサーチしてきてるみたいな感じですね。イメージ的には。はい、強い。で、アドバンサーは、フォトンがいると特殊召喚できるモンスター。で、フォトンがいると、打点が1000アップするよっていうモンスター。で、フォトンリザードは、自身をリリースすると、なんか好きなフォトンを持ってこれると。でね、召喚金こいつに使うんで、基本的には。だから別になんか、この辺の特殊召喚モンスターどれか足りないやつ持ってくればいいんで、俺これ3積みします。で、ファメツのフォトンストレームとギャラクシーサイクルはもう言わずもがなんで、で、このカード。フォトントライデント。これね、フォトンとランジしたモンスターの打点が700アップしますよ。で、貫通させますよ。で、ダメージ与えたら、フィールド上の魔法トラップ1枚破壊しますよっていうことで、まあ、例えば、ネクロバレーとかね、ああいう表のカードを割ったりとかもできますね。ダメージ与えたら。で、これなんで入ってるかっていうと、これももちろんフォトンカードなんでサーチできるんですよ。で、横精霊竜とかの、盤面結構抜きづらいんですよね。ブルーアイズの。あれを、ギャラクシーアイズにこれぶち込んでいくことによって3700になるんで抜けるっていう。まあ、そのためだけにほぼ入れております。で、弱点は、ブルーアイズメタが全部刺されます。DD チェッカーとか。これ DD チェッカーマジで無理。まあ、ちょっと、そこの回答を入れてると他のデッキに勝率が落ちるんで、入ってないです。はい。早速ね、デュエルモード、フォトンチェンジしていきましょう。デュエル、スタンバイ。使えましたからね、我々ね。まあめっちゃ強かったの分かってたんですけど、なんか体験版デッキみたいなので。はいはい。お、フットアイズインサイト。レッドアイズちょっと、めんどくさそうではあるが、まあ一応ね、ギャラクシーアイズで殴れば、ひたすら除外できるんで、まあなんとかなるかなと思うんですけど、これちょっとね、プレイング気をつけたいですね。装備カードを装備される。なるほど。さあ、ギアフリードね、オッケー。スラッシュドラゴン。で、装備があるかどうか、あとは。装備特性。装備があるとワンキルは取れないかなっていう感じですね。あ、セットか。はい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 。装備がある。伏せあるかな、伏せあるか。ギャラクシー。そうっすね。ちょっと一回伏せ割りに行こうかな。一回伏せ割りに行きましょう。で、これで無効にしてくるかな。してこないやつ。なるほど。してこないパターン。はいはいはい。それは、フォトンリザード召喚してからでいいかな。
フォトンリザード召喚、フォトンリザードのモンスター効果。まあこれ一回アドバンサーかな、3体並べれるんで多分アドバンサーが一番強そうですね。でそしてフォトンスラッシャーを特殊召喚、さらにフォトンバニッシャーを特殊召喚、フォトンバニッシャーのモンスター効果、ギャラクシーアイズを手札に加えることができる。そしてスキル発動待って、これ強すぎない？このスキル、このスキル俺強すぎると思うんだけど、どんだけ強いのこのモンスター。やばかやってること、やってることやばいでしょ。え、嘘だろ、嘘だよ。でこことここを殴れないから、まあ、こうするじゃないですか。そして飛行でギャラクシオンのモンスター効果、オーバーリユニット2つ使い、闇に輝く限界よ、希望の光となりて我がしもべに宿れ、光の化身ここに降臨、ギャラクシーアイズフォートンドラゴン。そしてギャラクシーアイズフォートンドラゴンが存在する場合手だから、このマジックカードを発動することができる、破滅のフォートンストリーム。ふん、いいだろう、そのぐらいは許してやるぜ、いいだろう、サーチしろよ、いいだろう、そのぐらいは許してやるぜ、くらえ破滅のフォートンストリーム。さらに破滅のフォートンストリーム対戦、ありがとうございました。さあ懺悔の用意はできてるかといったな、貴様の懺悔など聞く価値もない。でもかっこよかったでしょ、かっこよかったからセーフ。さあプレイドリア、なるほど、リンクスもたまにやってる、オッケー。パレイドリア、これちょっとギャラクシーサイクル持ってきて、あれ割れたいですね、除外するやつ。いやーちょっとどっちがどっちがまだ、おーっと神ゲー起きるんじゃない、これこれマジの神ゲー起きるんじゃない、これこれね結構やばいこと起きるんだよね。これまずリザードを戻すじゃないですか、でギャラクシーサイクル2枚持ってきちゃうっていう、これやばくない、これ強く、クソ強いんだよこれ。これまあ悪いじゃないですか。でまあバウンスマナかなんかじゃないの。ああバウンスマナか。はい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 。オッケー。それバウンスしてたら俺多分ねあなた負けると思うんだけど大丈夫。でギャラクシーサイクロンでもう一枚割りたいんだけど大丈夫。ね多分ね負けだよ。そんなことしてたら負けるよあなた。僕の反動すごいこと起きてるけど大丈夫？こんなこと起きるけど大丈夫ですか？息してますか？ゆいまくん息してる？天チームだよ息してる？強すぎて草。え？このデッキさやばいね、このデッキやばいね。クリボールあんのかな、知らんけど。クリボールなかったらマジで甘えてるよ。遊戯王はドッジボールだって言いましたよね、遊戯王はドッジボールだって僕言いましたよねって言ってるんですよ。ゆうまくんクリボール1枚では耐えられない場面で草バトル、破滅のフォートンストリーム。さあゆうまお前のナンバーズはもらった。ちょマジで強いわこのデッキ、やべえこと起きてるわ。デュエルモードフォートンチェンジ、狩らせてもらおうか、貴様の魂ごと強っ、フォトンリザード召喚、フォトンリザードの効果、フォトンスラッシャーを手札に加えるぜ。そしてフィールド上にモンスターが存在しない場合、フォトンスラッシャーを特殊召喚することができる。そしてフィールド上にフォトンがモンスターが存在する場合、フォトンバニッシャーを特殊召喚、フォトンバニッシャーのモンスター効果、
ギャラクシーアイズフォトドラゴンを手札に加える。そして俺はレベル4のフォトモンスターに対でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚飛行艇ギャラクシオン、そしてスキルアスト手札のギャラクシーアイズフォトンドラゴンを戻し、俺は破滅のフォトンストリームを手札に加える。そして飛行艇ギャラクシオンのモンスター効果オーバーレイユニット2つ使いデッキより現れろ。闇に輝く銀河がどうのこうのギャラクシーアイズフォトンドラゴン、これいやこれ強いわ。このさ展開できるのめっちゃ強くない？コズなし、オッケー。いやこれは強い。二妨害ですよ先行。ジュワレやばいが入ってんな。クソやべえが入ってんのこれ。ジュワレはやべえわ。ハンマーシュート。やっばこのデッキ。やばそのデッキ。やば。ガカガマンスター。やばっそのデッキ。ドワーフ、はい、え嘘、オノマトピアはあ、マンス、あ、あーガガガ侍ですかね。あ違う、嘘だろおい、嘘だろおい、嘘だよ。これ波紋だぞ、これ波紋だぞ、ギャー助けてー。